ロニー、どうしたんだ、ぼーっとして。先輩の記憶のため負傷ながらこのロニエ、先輩との思い出についてお話しさせていただきます。ああ、張り切ってくれるのはありがたいけど、あまり緊張しすぎないでくれよ。お気遣いありがとうございます。でも先輩のために頑張らないとですから。それでは早速記憶の確認をしましょう。当時の出来事を言うので覚えてるかどうか教えてください。ああ、わかった。お任せください。それで最初は先輩はいつも蜂蜜パイをご馳走してくださいましたね。とっても美味しかったです。ああ、あれはうまかったな。羽地家庭のは絶品だよ。ご存知の通り、初等練習は安息日以外の外出はできませんから。俺が初等練習の時に散々思ったのさ。だからせっかくの機会だと思って、まあ自分が食べたかったのもあるんだけど。やっぱり先輩は優しいです。パイを2つご馳走してくださることもありましたし。あの時は他の買い物が安く済んだんだっけ。だからってことで多めに買った。合ってますよ、大丈夫です。それに一人に三つ買ってくださることもありました。ああ、そんなこともあったな。珍しく友情が許してくれてな。それから先輩はいつも寮に戻ってから食べるよ。初等練習寮の門限は厳しいからな。まあ俺が言えたことじゃないのかもしれないけど。あと寮で食べるのに私たち二人だけだと気まずいだろうって、同じ部屋のみんなの分まで持たせてくださいましたし、同室の子たちからも好評で何度もそば好きを代わってほしいって言われました。そんなことになってたのか。それからあとはなあロニエ、何か問題でもありましたか。あ、まさか記憶が不明瞭なところが。いや、そうじゃなくて、その俺との思い出って蜂蜜パイだけだったりするのか。ずっとその話しかしないから不安になってきたというか。いえ、そんな、そういうわけではないんですが、そのこの状況で緊張してしまって頭が真っ白に。それで蜂蜜パイの話しかできなくなってたのか。本当にすみません、キリト先輩。お役に立てないどころか先輩に不安まで抱かせてしまうなんて。いや、仕方がないよ。俺全然気にしてないし、緊張するのも無理はないし、むしろロニエに喜んでもらえてたって分かってよかったよ。キリト先輩。だから一旦落ち着こうぜ。少しの間何も話さないでさ。はい、わかりました。お心遣い感謝します。よし、無理に何か言わなくて大丈夫だからな。落ち着いてきたら言ってくれ。はい。ロニエ、大丈夫か。先輩、ごめんなさい。こんなに先輩の顔が近くにあって、しかも喋らずに見つめ続けるなんて耐えられません。逆効果だったのか。ごめんなロニエ、気まずい思いをさせちゃって。いえ、気まずいけど嬉しいというか、このままだとどうしようもないので。そうか、だったらまた後日でもいいんだぞ。いえ、確認はまだ不十分ですから。そうだ、あの、目を閉じてお話ししてみてもいいですか。目を。はい、お顔を見なければ緊張が少し紛れるかもしれないと思って。なるほど、明暗だなロニエ。ありがとうございます。何か話せそうか。はい、あの、先輩はいつも優しかったです。稽古になかなかついていけない私を指導してくださる時も、他にも何か困っている時はいつも必ず助けてくださいましたから。そうか、ロニエを助けられていたのならよかったよ。キリト先輩にも苦手なことってあるんですね。
そりゃもうたくさんな。少し落ち着いてきました。そうか、落ち着いてくれたみたいでよかったよ。今度は肉まんの話しかしないなんてことになったら困るからな。もうからかわないでください。キリト先輩の力になれるように、私これからも精一杯頑張りますね。なあ、悪いけどまた付き合ってくれ。どうしたんだよ、笑ったりして。俺の顔に何かついてるのか？いえ、先輩の顔には何もついてないんです。こうして先輩の近くにいることがなんだか不思議に思えてしまって。不思議？はい、実を言うと、私が初めて先輩にお会いした時は多少の近寄りがたさを感じていました。あ、もちろんすぐに優しい方だって分かりましたし、今では怖いだなんてかけらも思っていませんから。そんなに必死に否定しなくて大丈夫だよ、ロニエ。最初はあまり話さなかったしな。いえ、そんなことは。でも先輩が初稽古をつけてくださった時に。そうか、ロニエが俺に慣れてくれて助かったよ。はい、それから徐々に先輩といろんなことを話すようになって、今ではこんなに先輩の近くにいるということが不思議で。嬉しい？はい。けど俺はなんというか破天荒でいつも好き勝手に行動してたし。確かに困るというか驚くことはたくさんありましたね。やっぱり驚かしちゃったのか。いえいえ、先輩の破天荒な行動を見て。それはそれで複雑だな。先輩は本当に型破りで、いつも私を驚かせてくださいました。例えば課外授業の時に。それはあんまりにも丸々と太ってたもんだから、今になって考えれば、ロニエは貴族だから狩りで獲れた獣を食べる習慣がなくて当然だよな。そんなの貴族じゃなくてもなかなかありませんよ。他にも門限ギリギリまで外に出かけていたり、先輩はいつも学院則スレスレで生活しておられましたから。そうだったのか。あ、いや、そうだよな。謝らないでください。私はそんなキリト先輩が好きなんですから。な、それってどういう。あ、何考えてるんですか先輩。学院の先輩としてですよ。だよな、分かってるよ。変なこと考えてごめん。全然分かってないです。ロニー、何か言ったか。いえ、何も。そうか。そうです。なあ、まあいいか。とにかく俺はそば好きがロニエだったことが嬉しいんだ。こんな俺の無茶にも付き合ってくれて。ロニエは真面目で優しい大切な後輩だよ。そんな、私なんかまだまだですよ。だからこれからもお供させてくださいね、キリト先輩。最近は俺の記憶の確認によく付き合ってくれたからな。ロニエ、どうしたんだ。やめて。起きたか、ロニエ。先輩、すみません。ずいぶんうなされてたけど大丈夫ですから。いや、涙だってにじんでるし、かなり辛そうじゃないか。ロニエのことが心配なんだ。指導生として力にもなりたい。だから些細なことでも構わない、教えてくれ。先輩、一つ聞いてもいいですか。あ、思ってもいない人に体を汚されてしまった女の子は、人に愛される資格なんてもうありませんよね。ロニエ、そうか。ロニエはライオスたちの事件を夢に見て。何を言ってるんだ、ロニエは汚されてなんかいないよ。確かに先輩たちが守ってくれたおかげで、私たちは純潔を守ることができました。本当に先輩たちには感謝しています。罪悪感だなんて。いいえ、そんなことありません。私たちの愚かさが
先輩たちを罪人にしてしまったんです。それに純潔を守れたとはいえ、自分の愚かさゆえに襲われてしまったという事実は、その証拠にどんなに忘れたいと願っても、私はもう事件以前の自分とは違うものになってしまった。違うよロニエ、俺たちが奴らを切ったのは決してロニエたちのせいじゃない。だから剣を振り上げたことは後悔していない。キリト先輩、ロニエに罪はないし、その体も誇りだって何一つ汚されていないんだ。けれどもしそうだとしても、あの日の出来事は消えません。辛い記憶が消えないっていうのは正しいよ俺にも。でもだからといってロニエたちが汚れたわけじゃない。そんなことありません。ロニエは友達を助けるために勇気を出した。それができる真面目で優しくてまっすぐな女の子なんだ。汚れなんてあるわけない。ロニエは変わらず。それでも私はまだあの日に苦しめられているんです。辛い時は誰かに頼ればいいんだ。誰かに頼る。俺にはロニエの記憶も消すことはできない。俺はそうしたいと思ってる。ロニエにとってそれは迷惑かな。迷惑だなんて。それなら俺を頼ってくれ。先輩は後輩を助けるものなんだからな。先輩ありがとうございます。キリト先輩、だからこれからも先輩のそばにいさせてくださいね。ああ、もちろんだよロニエ。なんだか今日は冷えますね。先輩は寒くないですか？なあ、大丈夫。やっぱり寒いんじゃないですか。もう風邪でもひいたら大変ですから。はい、ちゃんと首まで毛布がかぶって隙間がないようにしましょう。ああ、ありがとう。なんだかロニエってお母さんみたいだな。そうですか？なあ、さっき毛布をかけて、おまけに毛布に隙間ができないように、いや、なんだか俺の母さんも昔そんな風にしてくれたなって思い出してさ。お母さんなんてなんだか恥ずかしいですね。恥ずかしがることなんてないと思うけど。そうですね、もしかしたら弟をこうして寝かしつけてあげてたので。へえ、ロニエには弟がいるのか。どんな子なんだ？やんちゃで手のかかる子です。でも可愛いんですよ。そうなんだ、いつか会ってみたいな。ぜひそうしてあげてください。剣術を見せてあげたら喜ぶと思います。おう、任せてくれ。なあロニエ、俺って弟みたいかな？いえ、そんなことないです。先輩は先輩なので。さすがに先輩と弟は重ならないですよ。でもお世話を焼きたくなるって意味では近いかもしれないですね。確かにロニエは学院時代から今でも。ご迷惑でしたか？いや、そんなことないさ、むしろ助かってるよ。喜んでいただけているならよかったです。これからも精一杯お世話させていただきますね。なあ、よろしく頼む。あ、この辺りちゃんと毛布がかかっていませんでした。少し上にかぶさりますけど。ロニエの体温が。いや、それよりあのロニエ、いろいろとそのまずい気がするんだけど。え、まずいって何が？胸が当たって。で、その。いえ、大丈夫です。当たっちゃったのは私のせいですから。お世話の焼きすぎは良くないのかもしれません。それではキリト先輩、本日も記憶の確認を。ロニエ、もしかして眠いのか？いえ、お恥ずかしいところをお見せしてしまってすみません。いや、疲れてるんだろ。今日の討伐は大変だったからな。疲れたなんて言っていられません。先輩の記憶のことだって大切な仕事ですから。これまでだっていろんな話をしてくれたじゃないか。ロニエのおかげで俺のロニエに関する記憶には抜けがないって分かったんだ。でも
それに俺と話したせいでロニエが休めなくなるんならその方が心配だ。だから今はまず休もうぜ。そうですか。それではお言葉に甘えて。ああ、おやすみ。とはいえ俺も疲れたな。どれくらい寝てたんだろう。それにしてもなんだか胸が重いような。ロニエの頭が乗ってる。やっぱり相当疲れてるんだろうな。さてもう一眠り。先輩。おはよう、ロニエ。ごめん、起こしちゃったかな。おはようござい。すみません先輩。そんなに謝らなくてもいいよ。いえ、このようなことをしてしまって。ロニエにはいつもお世話になってばっかりだからさ。それなら少しだけわがままを言ってもいいですか。なあ、遠慮しなくていいからな。ではお言葉に甘えて、もう少しこのままでいさせてください。これはその決して変なことを考えているわけではなく、それに先輩のそばにいると。もちろんいいよ、ロニエ。俺で暖かくなってくれ。ありがとうございます、キリト先輩。